こえているこの声誰かに届いている。一人暮らしの部屋で虚しく泣いてた。もう何もできないよ、何も考えたくないよ。目に映る全てがぼやけ、立ち上がれない。飾られたサーフボードの埃りも払えなくて、がむしゃらに走っても、心がボロボロになってくだけ。どうしてどうしてどうしてなんだろう、こんなにも苦しくて辛い思いを、今も何のため、誰のために生きているの。私は必要ですか。こんなはずじゃなかった。弱音吐ける相手もいなくて、今日も責めてばかり悲壮感に追われる。変わらない日々の中、この頑張りに意味はあるの。誰からも理解されずにもがいていた。何してもうまくいかなくて、自分はダメ人間だ。信じてた夢はもう壊れてバラバラになってくだけ。どうしてどうしてどうしてなんだろう、輝いてたはずなのに明かりすら消えてく。夢見た未来はどこにあるの、誰か教えて。私は必要ですか。あの場所にはもう帰れない、思い浮かぶ故郷の笑顔、胸を締め付け、苦しくて苦しくて、馬鹿にされ笑われるだけで、もう居場所なんてないよ。このまま連れてって誰も知らない何もない世界へ。どうしてどうしてどうしてなんだろう、こんなにも苦しくて辛い思いを、今も何のため、誰のために生きているの。私は必要ですか。